イメラジオ第2917回、今日は令和3年6月6日日曜日です。時刻は午後3時、横浜港北、晴れてきました。日曜日です。朝そしてお昼、雨が降ったりしていた、そんなお天気でも午後3時になってきて街が明るくなってきました。嬉しいですね。リスナーの皆さん、日曜の午後いかがお過ごしでしょうか。今日は今からでも気温が上がっていくんじゃないかと思います。さて、夢ラジオ2917回目、今回は国家と神の資本論取り上げます。国家と神の資本論、竹内康夫著。竹内さんは成蹊大学の先生やってらっしゃったんですよね。もう今退官されてるでしょう。まだやってはんのかな。この書が1995年の書で、今から25年前ですから、そういう頃に書かれた。で、90年代っていうのは日本においてまだリバタリアニズムっていうのが全く広まっておらず、そんな時代に、リバタリアニズムの先駆けした人、日本でね。で、この竹内さんの名前は挙がります。代表書はこれですよね。国家と神の資本論、今回取り上げましょう。竹内さんの言葉、社会主義、共産主義の親戚筋の考え方にアナーキズムというのがある。無政府主義と訳されているが、政府がない状態とは、要するに無政府状態のことと受け取られやすい。けれど、政府がない未開社会でも血縁ネットワークを基本とし、一定秩序は保たれている。政府がない未開社会が無秩序、混乱、あるいは騒乱のうちに崩壊してしまうわけではない。無政府状態の社会というものについて思考実験はやってみる価値がある。政府がない状態、つまり国家のない世界こそアナーキズムが最終目的地とするものである。ここで竹内さん言ってるように、無政府状態っていうのは別に秩序がない状態じゃないし、混乱してる状態でもありません。ただし国家とか政府っていうものはなくそう、あるいは小さくしていこうと。なぜならば、国家や政府って個人を抑圧してくるものだから。で、竹内さん、マックス・シュティルナーという人に言及していますね。シュティルナーの唯一者とその所有、夢ラジオでもご紹介してありますよ。竹内さんの言葉、シュティルナーは人口怪獣、つまりこれリバイアさんですよね。人口怪獣としての国家も、有機体としての社会も、政党のような団体も、すべて個人を抑圧する敵であるとして排撃する。個人はあくまでも粒状の独立した存在でなければならない。その個人が他者と連携して生きていくためには、特定の共通利益のために、自由な意思によって結社、ドイツ語でフェアガインですね。シュティルナーはドイツ人ですから、結社、フェアガインを作ればいいという。ですから、この結社ですよね。シュティルナーの言う、この結社なんかは、当然、リバタリアン、あるいは、アナーキストの社会でも出てはくるんですよ。本当にバラバラなままいるわけではありません。だって他者との連携がないとやっていけませんからね。ただし、国家や政府っていうのは、作らないと。で、さっきシュティルナーの言葉ですよね。人口怪獣としての国家も、有機体としての社会も、政党のような団体も、すべて個人を抑圧する敵である。アナーキスト、近似値イコールリバタリアンから見れば、そういう感じになりますよね。で、次に竹内さんは、ロバート・ノージック
このアナーキー国家ユートピア、これも夢ラジオでご紹介してありますね。個人が自分の生命財産の安全を守るために自発的に相互保護協会を作る、これプロテクティブアソシエーションですよね、まあ、ミューチュアル入れてもいいよね、ミューチュアルプロテクティブアソシエーションを作り、それに加入することによって一つの最小国家ミニマルステートを形成する、うん、でこのミニマル国家というのは、まあ、国家とはいえ、もう本当にあの最小限のことしかやらないと。で3人目にピエール・ルミューの無政府資本主義への道、この書も紹介しないといけないですね。これはまだ紹介してません。無政府資本主義への道、これを紹介していて、でルミューというのはあの国家の仕事とされているものをね、今国家の仕事とされているものをことごとく市場に任せることによって国家を消去し、市場と資本主義だけが残る世界を実現しよう、これがルミューさん、竹内さんこうあのまとめているわけです。ノージックやルミューのアナーキズムは共産主義社会主義と親戚関係にあったこれまでのアナーキズムとはおよそ無縁の、むしろその対極にあるもので、個人主義、自由、市場という要素だけから組み立てられている。古いアナーキズムはこれとは反対に私有と市場を否定し、結局は自由も個人主義も捨ててしまうもので、所詮古いアナーキズムは共産主義の変種に過ぎなかったのだ。だからまああのこういうシュティルナー、ノージック、そしてルミュー、こういうふうな方々にリバタリアンの系譜をたどることができますよと。あと警察の民営化についてあの一石を投じていますね、竹内さんは。竹内さんの言葉、民営警察としては差し当たり現在の警備保障会社のようなものが考えられる。契約によって一定料金を取って安全保障サービスを供給する企業がそれである。警察がこのような仕事をするだけでよければ民営警察は十分可能、というよりむしろこれこそが民営警察にふさわしい仕事であり、反対に今日の公営警察は、今日の今ある公営警察は特定の個人や企業に対し生命財産保護サービスを提供してくれはしない。その種のサービスが必要なら民間の警備保障会社から買わねばならないと。ただしですね、あのじゃあ公営警察をゆくゆくはなくせるかということについて言えば、つまり民営警察だけでやっていけるかというと、竹内さん、まあ、こういう問題提起してるわけですね。公営警察が消滅して民間の警備保障会社だけになったとする、これで果たしてやっていけるか。この民営警察にはこれまで通り非暴力的な窃盗や家屋侵入、その他の犯罪を防止してもらうことなら可能である。しかし民営警察が武装して侵入してくるような強盗などに対抗して十分な安全保障サービスを提供することは難しい。さらに武装して数百人で銀行を襲撃するという強力なプロの犯罪集団が現れた時、民営警察はいかにも無力だ。従来の警備保障会社はこのような凶悪犯罪に対してはその発生を警察に通報し、警察の実力行使によって排除、鎮圧、逮捕が行われることを想定していたからである。今や公営警察が存在しないとすれば、民営警察がこの実力行使サービスをも提供しなければならなくなる。そうなれば民営警察は武装を強化し、暴力に対してはそれを圧倒しうる暴力で対抗しなければならない。ですからまあこの公営警察のあの民営警察に本当に全部民営化できるかっていうと、ただしまああの民営化できる部分もある。そして今の警察をもっともっとスリムにする、そしてあの警察が一元化して腐敗するのを防止する、この視点はあっていいですよね。あと裁判所の民営化ですよね。で、なんか
日本って竹内さんの言葉ね、日本人が和を重視するあまり自分の利益を追求せず権利も主張せずにずっと我慢してきた、これは本当にそうだろうか。そんな非常識を鵜呑みにするのはおかしな話である。鎌倉期以降、武士が自分の土地を生活の拠り所と意識するようになってからは、武士、商人、金貸し、百姓まで人々の利害打算や権利意識は大変なもので、日本は結構訴訟社会だったのである。うん、だから日本ってそんなまあ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  で我慢するようなそういう社会じゃない。歴史的にもそうじゃない。うん、あるいは江戸期には300件以上の百姓一揆が頻発したが、これも今で言えば減税要求を掲げた集団訴訟のようなものである。税金が不当に重いという状況機関への異議申し立てなのである。お上に要求を突きつけたり、お上の不当を裁判所に訴えたりするということは今も盛んであり、日本人は権利意識が弱いという説は本当じゃないと。で、じゃあどうするんだと。その日本人にとっての裁判、民営化するときにはね、これ竹内さん言ってるんですけど、その営業したい人が、裁判の民営会社を営業したい人が自由に無免許で営業し、だから弁護士の試験とかないんですよ、裁判官の試験とかはない、無免許に自由に営業し、営業したい人がで競争によって市場で淘汰を受け、これが大事ですよね、競争によって市場で淘汰を受け、質の高いものだけが生き残るようにするのがいいと。消費者の側では粗悪なサービスを買う危険があるので、その法律家を選ぶにあたってはサービスの水準や信用に関する情報を得なければならない。どの裁判官や弁護士が信用できるかを調べなければならない。こういう需要に対してはその情報を提供しようというビジネスが市場に登場することになろう。安い代わりにあんまり技術の高くない弁護士と、料金は高いが信用できる弁護士が次第に明らかになっていくに違いない。ミルトン・フリードマンはこうして全てを市場に委ねることでうまくいくはずだから、国家試験による法律家の資格認定はいらない、こんな立場を取っている。うん、で次に、国防サービスを民営化することは可能か、日本防衛株式会社ができるか、これはさすがにちょっと否定的ですね。竹内さんもこの国防を民営化することは、イメラジオでもリバタリアニズムと国防という回でそういうお話ししておりますが、竹内さんもやっぱりそういう意見で、ちょっと国防は民営化しにくいかなと。うん、で竹内さん、この書の最後の方でね、じゃあ日本がですね、日本がそのリバタリアンの国家になったらどういう風になるかがシミュレーションされています。これはリスナーの皆さんももう多分うなずいてはくれない、そういうあるリバタリアンによる未来日本予想図、しかもリバタリアニズムになった日本、政府は大統領そして直属スタッフを自由に任命することができ、これで最小の政府と、大統領選挙では少数精鋭スタッフによる小さくて有能で安上がりの政府をアピールすることが当選要件と。そしてこの大統領および政府がやることは4つ、外交、国内ルールの制定、まあ法の制定ですね、そして国家事業についての計画作成、そして各種公共サービス、警察、裁判等々ですね、各種公共サービスを供給する企業、うん、各種公共裁判、つまり警察や裁判、今まではこれ警察や裁判だった、裁判所だったのが、を供給する企業との契約、これですね。で、議会は存在しないと。
国会議員政治家もいないと。そして政策の決定は情報通信ネットワークを使った国民の直接投票によって行われる。で、政治は議会が消滅するから政治も消滅すると。党派を作って権力を争奪するという意味での政治は存在しない。支配の拠り所になるものがすでに消滅しているからだ。裁判所、ここは民営化されて多数の司法サービス会社が運営する民営裁判所が存在する。警察、民営化され多数の安全保障サービス会社が存在する。中央銀行は消滅。国家が貨幣を独占供給しない。中央官庁、もちろん消滅。そして軍隊、従来の軍隊、国家直営の防衛サービス産業は消滅し、このサービスは多国籍防衛サービス産業から購入することになる、うん、税金、最終支出税、消費税、まあどっちで呼んでもいいけど、最終支出税、消費税のみ、所得税、固定資産税、その他の税金は全て廃止されている、うん、徴税、民間企業に委託、地方行政サービス、民間企業に委託、選挙、大統領選挙以外の選挙はない。これに立候補するには大統領候補者資格試験を受けなければならない、うん、まあ今から25年前の書、あと竹内さんの個性も入っておりますから、これがリバタリアニズムの、まあ代表的な考えだともちょっと言えない。特に過激でしたよね、一番最後の、あの竹内さんによる未来予想シミュレーションっていうか、私もあこれちょっと同意できないなみたいな。けれどこういうあるリバタリアンが一つのモデルを出し、でまた別なリバタリアンがモデルを出し、その共通項みたいなものをこう探っていくことによって、徐々に徐々に、まあ、リバタリアニズムの定義もこう浮かび上がってくるかなと思います。リバタリアニズムはまだ始まってもいない、そういう思想なので、始まってもいないというか、まあ、始まってはいるんだろうけど、ほとんど、まあ、広まってもいない、こうか、広まってもいない思想なので、だから定義するとか、きっちりと境界線を定めておくっていうのは必要不可欠な作業で、そのためにはこういうリバタリアンを自称する人たちがいろいろ意見を持ち寄って、そして、ここはちょっとっていうふうに削ったり、ここは入れようねと盛り込んだりしていきながら、その共通の部分を徐々に徐々に広げていって、でおのずからリバタリアニズムとは何々であると、こういうふうなイメージが浮かび上がってくる。それが文書化できる、体系化もできる、理論化もできるとなっていけば、一つの力にはなっていきますね。まあ全然広まっていない思想ですから、この夢ラジオも一つのプラットフォーム、一つの叩き台として、ちょっとそれに参加していこうかな、プラットフォーム作りにね、と思っています。夢ラジオ2917回目、今回は竹内康夫著、国家と神の資本論取り上げました。